CL26 サークルオブスマイルズ最初の企画へ参りましょう。はい、それでは CL26 最初のステージはこの方々と盛り上がっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。皆さん盛り上がってます。お願いし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 ます。さあ、EXILE からアキラさん、高井戸さん、ケンチさん、哲也さん、ネスミスさん、ショウキチさんです。よろしくお願いします。最初の企画、大人の夏祭り in 居酒屋 EXILE。 よいしょ。はい、これから EXILE の皆さんにはですね、 CL26 のテーマ、笑顔の輪にかけて、メンバー同士やお客さんとの輪、つまりつながりが試されるゲームに挑戦してもらいます。なるほど、はい。見事ゲームにクリアできたら見ている視聴者の皆様へご褒美があります。そのご褒美とはですね、こちらです。りょうがくん見せてもらっていいですか。お、はい、居酒屋 EXILE で販売されている EXILE さんのトートバッグ、これに6人全員のサインを入れてプレゼントしちゃいます。はい、はい、ゲームを複数用意しているので、クリアすればするほどプレゼントの数が増えていくということになっております。なるほど、はい、つまりですね、皆さんがクリアしないと見ている視聴者が笑顔になれない。そうなんです。ということになるので、皆さん力を合わせて頑張ってください。お願いします。お願いします。お願いします。全員一致を目指せ、 EXILE 以心伝心チャレンジ。来ました、最終ゲーム。どういう、はい、こちらはですね、出題されるお題に対し6人の答えが全員ピタリ一致すればクリアとなる以心伝心チャレンジです。なるほど。コーナー終了まで時間いっぱい挑戦していただいて、うん、はい、もし1問でも全員一致できればクリアとなります。1問でいいんですね。なるほど、皆さん時間内であれば何度もチャレンジすることができます。はい、さあ皆さん、まあ、チームワークも絶対バッチリですよね。バッチリバッチリですよ。同じことしか考えてないですから。言いましたね。はい、そんなの余裕ですね。じゃあよしよし、ちなみにお題はこちらから出題したいと思いますので、ね、はいはいはい、皆さんそれではいきます。早速最初のお題はこちらです。いきます。 LDH の中で一番ギャップがある人は。幅広い。 LDH の中 で、ね、なんて言った LDH の初期さん、初期さん、 LDH の中で一番ギャップがある人です。ギャップ、ね、はい、すいません。これ難しいね。むずどの角度なんだ。そうですね、ギャップって言ってもいろいろありますからね。人それぞれかもしれないですね。しかもこれを全員で合わせるんでしょう。そうです、はい、むずっ。それではシンキングタイムスタート。ちょっと待って、ギャップ幅広いですね。そうですね、もうみんなが書きそうなのを当てにいくってことですもんね。さあ時間は1分です。あ、もしそうか、自分が思ってるのもそうだけど、はい、合わせるってことを考えないといけない。そうですね、ギャップといえばっていうイメージでこの人だっていう人を皆さんで一致させてください。お願いします。はい、これはもうね、この人でしょう。ギャップといえばもうこの人じゃないですか。はい、書き終わった方、周りの方に見えないようにしてください。はい、さあ30秒経過。はい、LDH です。 LDH の中で女性もありですね。ギャップ、これも答え気になりますね。幅が広すぎる。僕ら気になりますね。あの後輩も増えてるの で、 そうです、ね、回答もする選択がたくさんありますね。はい、さあ残り10秒、アキラさん、カゼロさん、書いてください。ショウキさん、あの何度でもチャレンジするのでできますの で、 そうです、ね、失敗しても大丈夫です。ポンポンいっちゃった方がいいかもしれないですね。はい、はい、あ、1回だけみんなガッチとはめればいい。はめればいいです。クリアです。なるほど、じゃあサクサクいこう。サクサクいきましょう。どんどん行こう。サクサクいこう。サクサクいこう。サクサクいこう。そこまでです。はい、さあそれでは全員一致なるか、回答一斉にオープン。ででん、さあ左側から回答を見ていきたいと思います。アキラさんからお願いします。アキラさん、タカヒロさん、タカヒロさん、そしてタカヒロさんが、アツシさん、アツシさん、そしてケンチさんが、ナオキさん、テツヤさんが、タカヒロくん、ネスミさんが、ケンチさん、おー、ショキさんが、ケンチさん、ということで、チャレンジ失敗です。ちょっとね、早く行った方がいい。追いかける時間はないわ。高弘さんとケンチさんが多かったですね。次行きましょう。さあ続いて第2問のお題はこちらです。はい、第2問、 EXILE メンバーでカラオケに行ったら歌いたい曲は。なるほど、はい、EXILE メンバーでカラオケに行ったら歌いたい曲はです。これ、まあ、だからこれ、ね、合わせるってことでしょ。そういうことです。合わせる、合わせに行きます。みんなで答えを合わせてください。はい、OK です。いっぱいありますもんね、楽曲がね。みんなで歌う曲でなんですかね、はい、もしかしたら、はい、さあかけた、はい、さあシンキングタイムスタート。
そんなカラオケ行ってみたいですね、あったら。行きたいですね。EXILE で。もうベタに行きましょうよ。このメンバーで。なるほど。ベタに。ベタに。ベタに。EXILE、カラオケといえば、はい、ベタに。いや、合わせるでしょ。そう。合わせるでしょ。合わせるです。アキラさん。アキラさん。だから本当に、本当に歌いたい曲とかじゃなくて、じゃなくて合わせるってことですよね。アキラさん、アキラさん、大丈夫。表情が渋い、アキラさん。盛り上がるやつだよね。盛り上がるやつですね。盛り上がるやつ。はい。はい、演歌ダメですよ。演歌は歌わない。演歌は歌わない。回収したな、さっきの。さっきの回収してるな。さあどうですか。こう、はい。ちなみに翔平さん、このメンバーでカラオケ行かれたことあります？全員はないんじゃないかな。ないですか、うん、セカンドメンバーだけとかでもありますか、今のセカンドメンバー。ないな。ないか。カラオケはないかもね。しばらく僕、昔ケンジさんとか、哲也さんと二十歳になった時にカラオケ行った時、郷ひろみさんの2億4000万の瞳めっちゃ歌いましたよね。え、覚えてない。あれ覚えてない。悲しい。2億4000万で世界さんが隣で爆睡してました。あーあったあったということで、タイムアップです。はいはい。さあ、それでは皆さんの回答一斉にオープン。どうでしょう。おさあ、アキラさん、チューチュートレイン。ヒロヒロさん、チューチュートレイン。ケンジさん、スリーナイン。え、哲也さんが夏の日のナイティナイティ。えぇ、ー、わかるよ、わかる。でもさ、わかるリアルだったら怖い。わかるわかる。でも、それは避けたよ、俺は。なんかみんなで行ってチューチュー歌わないじゃん。そういうことじゃない。さあ、ネスミスさん、ネスミスさんがネスミさん、君に夢中。そして、ショッキーさん、チューチュートレイ。ということで、チャレンジ失敗。失敗です。次、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 次。めっちゃ恥ずかしいじゃん。それはないわ。エグチューでもないっていう。めっちゃ恥ずかしいじゃん。さあ、次行きましょう。ちょっと皆さん、頼みますよ。そうですよ。合わせるじゃなくていいんだよ。合わせよ。合わせよ。合わせに行きます。さあ、第3問目のお題、こちらです。第3問。EXILE のライブの中で一番心に残っているライブは、マジで、はい、EXILE のライブの中で一番心に残っているライブです。合わせ、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 たくさんありますけども、ね、これはね、自分がじゃないよね。そうですね、自分が。皆さん入られた年は違いますけども、 EXILE になってから一番印象に残っているライブ、合わせましょう。さあ、新肉タイムです。はい、この6人なら書きそうみたいなものを。あ、これはもう、あれそう、タイトル忘れちゃった。あれだ、タイトル、聞いちゃダメですよ、聞いちゃダメですよ。年でもいいです。じゃあどっちに合わせる。行われた年号、年号だけでも大丈夫です。合わせましょう。うわ、どっちに合わせる。やばい。高平さん以外かけてますか。どっち、あ、どっち、あ、皆さんまだ、どっちだね、確かに皆さんの中では見たくなんですね。ちょっと変えようかな。え、いいですか。だからみんながだもんね。みんな、はい、みんながまあまあここだったらっていうのありますよね。はいはい、そう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 。さあさあさあ、見たいな、揃ってるとこ見たいな。見たいですね。いや、どうでしょう。はい、さあ残り10秒です。はい。あきらさん、OK ですか。かけてます。OK です。それでは皆さん回答が出揃ったようで。さあ、それでは一斉にフリップをオープン。どうだ。ああ、あきらさん、エグザイルプライド。高弘さんが、スタジオさん、ファンタジー。ファンタジーだね。ケンジさん、ファンタジー。ビクトリーって書いてある。1曲目、それファンタジーの1曲目です。ファンタジーですね。ファンタジー。はい、そして、テンチャーさん、エグザイルプライド。はい、ネスミスさんがファンタジー。そして、ショーキスさん、プライド。いや、2つに上がったんですか。どっちかだね。どっちかだね。どっちかだね。ファンタジー。どっちかだね。まあ、これはしょうがない。すぐに、すぐに消してください。すぐに。はいはい、次。皆さん、合わせる気持ちを大切に、次行こうとかじゃなくて、合わせていきましょう。ポンポンやればいい。でも、合ってきた、合ってきた。だんだん合ってきた。だんだん合ってきた。もう、今二択でしたからね。二択ぐらい。さあ、それでは、第5問お願いします。はい、ズバリ、エグザイルを漢字一文字で表すと。むずい。いや、これはむずいよ。ズバリですね、エグザイルを漢字一文字でお願いします。あれだけど、オッケーオッケー。あの、ちょっと待って、まあ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 、そうですね、確かにありますね。合わせるね。合わせる、合わせてほしいです。ずっとおっしゃってます、合わせるんです。ずっと言ってます。ずっと言ってましたね。合わせるコーナーです、これは。これしかなくない。さあ、翔吉さんかけた。翔吉さん早いですね。高弘さんもかけた、明さんもかけた。かけた。お、いいですよ。残るはネズミさん。あとはネズミさん。お、かけました。早い。オッケー、出揃いました。はい。それでは、皆さん、エグザイルを漢字一文字で表すと、回答一斉にオープン。ほい。うわさあ、アキラさん、魂。高弘さん、魂。ケンチさん、夢。うわー、哲
めちゃさ夢デスミスさん魂ちょっと一番早い男わかるよ。いや、わかるよ。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 俺がじゃないけど、俺がじゃないけど、なんかこの世間体というか、あのせめて三髄の男であってほしかったね。せめて。さあ、もう消してください。消してください。いや、惜しいですね。でも、魂、夢、男、どれも当てはまりますね。確かに。惜しい。そうか、魂。でも皆さん、合ってきてます。合ってきてますよ。ね、来てる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 、はい、この調子でいきます。はい、さあそれでは例えばですね、お客さんから質問を募集するというのもぜひぜひ、はい、ぜひお願いします。さあお客さんから、じゃあキャッシュで、お、俺大丈夫、何の音、あ、すいません、最終質問、最終問題ということで、特別にお客さんではなく皆さん自身でお題を決めてもらって結構です。急に、はい、そろいそうだ、これでいきましょう、ね、次が最終質問ということで、最終です、最終問題、これあ自分たちで決めていいってことですよね。いいですか、お言っちゃっていいですか、最終問題、はい、エグザイルの公式ドリンクは、あーもうもうこれはもう、これはもう、これはもうそういうことで、はい、そういうことでいいです、はい、そういうこと、それがずるすぎるんだったら違うのでもいいよ。え、チョコモモ以外ある？言っちゃダメですよ。さっきのが高いでしょ。ありがとう、危ない。ます、あ、いいよ、これでいきましょう。これいいですか、だって揃えば視聴者の皆さんにプレゼントが分かるわけですから、はい、そうですよ、ハッピーにいきましょう。どんなあれでもいいんですよね。何でもいいです。一致させてください、これはもちろんお願いします。これ揃わなかったらもう我々はもう恥ずかしいですもん。確かに 誰かボケるか、ちょっとそれ心配が、もうボケなしでいこう。まあ、ね、プレゼントがかかってますからね、はい、皆さん欲しいです。さあ、もう皆さんかけましたね。これはもうかけましたね。さあ、いきましょう。かけました、はい、それでは EXILE の公式ドリンクと言えば、皆さん回答一斉にオープン。